ファッションショーとは、歩いている数分の間に見ている人たちに服の魅力をアピールし、同時に自分自身をしっかりアピールしなければならない。このような大きなファッションイベントに出演できてとても光栄だ。俺自身にとっても貴重な経験になった。チャームポイントはどこかと取材などでよく聞かれるが、俺としてはピアノを奏でる手はなかなか悪くないと思っている。周囲には目の下にあるほくろや髪の毛を褒めていただくことが多いな。髪には特別手をかけているわけではないが、そう言ってもらえるのはありがたい。これからも自分を磨き、期待に応えていきたい。